コンダは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、カンタル圏のコミューン。一般的には、コンダ・タンフェニエの名が知られている。ベルネ地区を流れるボンジオン川コミューンは、ボルカンド・オーベルニュ地域圏自然公園の一部である。リュ川、サントワール川、ボンジオン川、三つの河川が合流する地点にある。海抜700メートルほどの地点に町はあり。 アルタンス地方とセザリエ地方の両高原の中間の谷にあたる。コンダは北のサンシー山地、南のカンタル山地との中間にある。マルスナ、アランシュ、ヌサルグモワサック方面へ向かう、県道679号線、リオモンターニュへ向かう、県道678号線、モンブリフへ向かう、県道62号線、東へ向かう、県道536号線が通じる。 第二次世界大戦中、第一次世界大戦の退役軍人のパポンがコンダで、ドイツ兵に銃撃されて殺害された。パポンは聴覚に障害があり、止まれと命令する声が聞こえなかったが、彼は、町のベルネ地区からそれほど離れていないところで、銃撃された。現在、この悲劇的な事件を記録する石碑が、モングレレ方面へ向かう道路上に建てられている。参照元、 1999年までは、イヘス、2004年以降は INSEE。ありがとうございます。